はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。よいしょ。はい。今日は4月の9日、火曜日、時刻の方は15時ちょうどです。ピヨピヨはい。そんなわけでね。えっ、ー、と、ユミレジ S3 Pro の話題になります。えっ、ー、と、先ほどね、F1 プレイね。 えと残りもうあの18点になっちゃったけどもあのブラックが大セールねその前にレッドもやったのかどうなのかわからないけどとりあえずブラックレッドブラックレッドってあったんだよねあの日本語のブラックレッドと横文字のブラックレッドとあってで今ねあのどっちのレッドがなくなったかなあのレッドが1個なかったんだよねでブラックが2万800円ね安いでしょ,安いでし,ょねあのしかもそれが 11日から1何日したっけねすぐあの入荷予定ということで、でそれを見てたんだよ。で、S3 もあの入ってくるのかなと思って見てたんだけど、あの入荷予定は変わなかったんだね。4月の20日に入荷予定なんだよね。今、受付がね。それで、そこのところでね、はっと気がついたんだけど、えー、っとこのユめデジ S3 プロね、えー、っとはい2つ出ていました。これもね、同じ説明をさっきしたんだけども、あの おそらくなんだけども、えー、と今までは 33, 33 3万3333円であのずっとね予約販売をしていましたでこのタイミングで 36, 3万6333円というのが2つ増えているでここの在庫がなくなったら当然ここの在庫に切り替わるわけなんだよねで今日現在このよいしょ商品タイトルを見ると どちらを見ても一緒なんだよねこれがねうんここのスペースがあの1個18割っての間にスペースが1個入って後ろにカッコブラックね1ってこう追加1ってなってるんだけどまあこんだけなんだよ。でどちらも儀的認証予定になってるんだけど元気なおじいの予想としてはえっと4月の10日に儀的が通るよっていうことであのまあ海外の方で公式に発表してたんだねこれね。 あの、おじいも教えてもらいました。あ、そうなんだ。公式に4月の10日に儀的認証予定なんだっていうね。あの、それがわしゃいたくて、あの、公式に発表された内容っていうことで、あの、どっかのサイトの記事にもなってたんで、これどこソースなんだろうって思ったら、あの、教えてもらったんだよね。ここだよって。あ、そうなんだ。じゃあ、もうあの、確実な情報なんだね、っていうことでね。それで、あの、今日は4月の9日です。このタイミングで、 今までの 33, 3万3333円にえと加えて 36, 3万6333円が出てきた。差額は3000円。なんでだろう。これ10%上がってます。これは明らかにこちらがあの今までの議的を取る前の予約の 33, 33 3万3333円で、議的が受けたら、取った後の あのロットは306,333で売ろうと,でとりあえずこの時の在庫は 33, 33 3万333円でアマゾンの,の方にね、あに一定数あの入荷ロット分を用意してあるのでその分は 33, 33 3万3333円であの予約を取ろうとで、技的取った後は 6, 3 6333円で売ろうと。 っていうことでこの10%の開きがね出ているものがもう用意されたのではないかなとこうやって2個並んでいれば自然にこっちから売れていくのはね当たり前だからねで売り切れになったらこれがこのページのがなくなると残ったのはこれだけになりますよとでこれと同じことが S3 プロであったよね 32GB バージョンが9800いくらだった 16GB バージョンが8900いくらだったね あの約そこで戦の開きがあったで、技的認証を受けたたたんに A3、A3 Pro の2バージョンは1000円ずつ上がったこれがね約1万円だから10%上がって1000円上がった技的を取ったことによって 1000円アップだったら良心的だねって言ってたんだよね、その時ね。あ安いじゃん、じゃあ1000円しか違わないなら、1000円で儀的で、ね、儀的、儀的、儀的ってね、儀的規模が消えるんだったら、いや、安いもんだって、そんなコメントも来てたよね。ところが制限、プラス1000円じゃなくて10%だったんだね、おそらくね。なのでこのでこも あの例外はなくねもしかしたらその 33, 33 3万3,333円だからまあ約 10%3,000 の上乗せで3万6,333円になるのかなというおじいの勝手な個人的なあの解釈ですこれねでまた当然ながらシェールとかはやるでしょうでも一時的に あの4月20日入荷予定でね5月の上旬に手元に届く予定になってるんだけどまあこの3万33 3,333円で予約できるのはもうここのとこの要は設定された在庫がある限りってことなんだよねだからまあその後にもう海外から個人輸入で買うか アマジョンで3万6333円で買おうかそれとも何かのセールでね安くなった時をタイミングを見計らってタイミングをよく注文するかどっちかっていうことになると思うんだよねなので、まあ、おそらくこの F1 プレーもそうなんだけどあのまあ儀的認証後は上がるだろうねおそらく2000円上がるだろうねきっとね2000円 で、今 F1 プレイはどうなってるかっていうと、F1 プレイね。えー、っと、今現在ね、ね、えっと。ここの横文字のレッドは24,837円これ、ね。それで、えー、っと、このカタカナのブラック。これが、うんまた23円安くなった。ちょっと待って、23円安くなった。おーおーおー、23円安くなった。 あ,あの、更新したら、今、<laughs> 23位が、2777円だったぞ。おーい。で、これは、えっと、カタカナのレッドは23837円ってことだよね。えっと、どれもみんな4月の22日入荷予定なんだけど、しかも、しかも、これはね、これはね、わかった。わかった。 これはあのー、ちょっと安くなった理由が分かりました。判明しました。これは何でかというと、はい、ここを見れば分かる。はい、ここね、えー、と4月の22日に入荷予定になりました。なので、さっき2万800円で売ってたのは、えー、と11日から13日の間に、えー、とお手元に届く予定ですってなってたんだよ。 だから、あのー、今回ね、10日の入荷予定の組のやつが、もうおそらく到着してるかなんかで、で、その半端なロットの分だけ、あのー、バーッと出したんだろうね、きっとね。それでもう終わっちゃったんじゃないかな。だから、あの、ど、どの在庫見ても、これが今、カタカナレッドで、これが横文字レッドなんだけど、変わんないもんね。あ、ちょっと待って。レッドが、 これが25日で、2777のブラック二22日で、カタカナのレッドが22日だから、うん、まあ、だいたいあの22日に入ってくるんだね、これがね。うん、はい、そういうことで、えっ、ー、と、元気なおじい、さっきね、本当に今動画アップしたばっかだったんだけど、残り、あの、残り20点のところで、 おじいが動画作ったんだよ。あと残り20点だよって。で、それをあの短い動画で引っ張らないように5分で終わらせたんだけど、それの説明を作ってる間にもう2個売れてたんだよ。で、残り18点になったから、わ、急げよっつってすぐパこうアップしたんだけど、もうなくなっちゃったって感じだね。早っ早っほんと早っね。だから11日から13日に、 手にすることができる F1 プレイの在庫は終わっちゃったけど、次は4月の22日入荷予定になっちゃったけど、でもその分23円安くするよってことなんだよ。ちょっと待ったちょっと待ったちょっと待ったこれ間違いじゃねえのちょ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 。ちょちょ。F1 プレイ、ブラック18800円だった。お、なんだこれなんだこれなんだこれおいおいおい、これ、これ間違いじゃねえのちょ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 。これスクショスクショスクショ。ちょっと。 これで注文できる人いる ?18,800? これマジ、ちょっと待って。これ合ってんのかなああって。ああああああ今更新したら、今更新したら、2777やった。今の何だったんだ今、幻だった今。あっと思ったんだろうね、きっとね。何なんだろうあれ、原価だったのかな何間違えたんだろう <laughs> えー、ちょっと今更新する前に、に一回前に戻ったら、戻んねえかな 今、びっくりしたよね。ほら、ほら、一瞬だけ一万、あの、一万八千八百円。ちょっとここスクショ取ってきたよね、これね。<laughs> ほら、f ンプレイだよ。f ンプレイが、ほら、ブラックが一万八百八十円になってた。これすげえな。十八、十九、二二十。うー、だ二千円。 さらに2000円安くなったのか。すごいことだね。さあ、これは、まだまだ、あの、将来的に可能性があるってことじゃないの。18,800円まで下がるかもしれないのかな。それか何かと間違えてたのかな。ねえ。ほら、もうミミちゃんも興奮しちゃってるよ。ワ,ワン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 して。いや、もう今もうこれないよ。これあの、これをクリックすると、 ほら、2万777円に戻っちゃったから、一瞬だけ、だから今、中の方が一生懸命、これ、さっきまでさ、2万800円でさ、あの、11, 11日から13日の,あのお届けのやつをやって、で、今、切り替えてたんだね。だから、まあ、今、マニュアルでいろいろやってるとこなんだよ、これ、きっと。F1 プレイ。ね。まあ、2万777円だったら、まあ,あの、予約でもいいよね。ほんとね。さあ、 ってことは、S3 プロはうん戻ったけど変わってないね。で、A3 プロのゴールドが9800円いくらで売ってたのはどうなったんだろうちょっと見てみよう。えーっとね、A3 プロ、あうん。 ゴールド安い状態だ。安い安い。うん、間違いないね。えっ、ー、と、三十二ギガバージョンだね、これね。うん、当てられてる。おじいがおすすめのやつね。はい。えっ、ー、とね、まあ、ああのー、一万円で買えるね、A3 Pro。ね。で、おじいがおすすめしてるのは、あのー、これだよ。あのー、三ギガのラムと十二ギガのロム。これね。 あの、ストレージが32ギガバージョンの方をおじいはお勧めしています。16ギガバージョンはもう1000円安いのがあるんだけど、16ギガ選ぶんだったら32だよ。16はたってもともともう食われちゃってるから、残りね、あの、1いくつぐらいしかないからさ。それだったら32の方が絶対にいいって。で、今現在、A3 Pro はね、ゴールドが9777円。 で、グレーは1万837円となっていますね。あれこれもまたクリックしたら今名前変わった今、ゴールド。これもなんかあれだね。なんか今変動中だね。9777円だった。なんなんだこれ一体。どっちが本当これあの、もう今リアルタイムでなんかいろいろやってるんだね。本当ね。調整してるんだね。じゃあまたもう一回こっちをクリックして、もう一回こっちをクリックしたら、ああ、まあ変わんないね。 9777もう一回更新してはい変わらないねはい A3 Pro 32GB バージョンはゴールドが9777円送料込みとなっておりますそれで A3 Pro は在庫があるのでねあの4月の10日明日から11日までにお届けしますよということでねでグレーの方は あ、グレーの方もね、同じでございます。ね、同じです。ね。それで、あの、これ、注文するときに、一つ、ね、あの、おじいからの、ま注意事項というかね、今日もね、どっかでね、えっ、ー、と、コメント来てたんだよ。えっ、ー、とね、うん、このコメントもらってた、ね。ミッキー・ドナルドさん、ね。えっ、ー、と、 愛知県の東三河も演習トラックですアマゾンやめようかと考えるくらい、ね、配送がおしひどくなりましたということで、ね、あのコメントをもらいました、まあ、おじいはこうやってねアマゾン発送の商品なら大和輸の営業所だめで円、ね、周トラックを阻止できますが業者発送だと、ね、できないのが悔しいよねって、まあ、こうやってあの一応コメントで消しいたんだけどね古いとかだったんで,、ね、で今回この A3 プロの場合は これあの、アマゾン発送だから、これね。この A3 Pro をポチる方は、これね、アマゾンの,あのプライムなんで、これプライム発送対応してるんで、これね、アマゾンの倉庫にあるもので、アマゾンが発送してくれます。安心確実で早く受け取りたい方は、あの、ヤマト運輸の,あの最寄りのね、営業所止めで受け取るのを選んだ方が、 確実に早く受け取れると思います、ね、エリアによってはねあのデリバリー業者、ね、演習トラックとかなっちゃうといつまでたっても届かないっていうことがねあるかもしれません元気なおじいもね A3 プロを受け取る時に演習トラックだったんでもうすごい苦労して今でもあの残ってるけどねあの録画がね 残ってるよか過去のやつにねあの受け取るのに苦労したから自分から取りに行ったからね本当にねあのコラーって感じでねもうやきもきやきもきしたからやっとの思い出取ってきたのね今でも覚えてるほんとねなのでおじいからのアドバイスアマゾン発送のものはあの黒猫ヤマトの営業所受け取りでやると確実にヤマトで発送されるので安心です、ね、はいそんなわけでえっ、ー、と最後の最後にえっ、ー、とねちょっと待ってね A3 Pro 32GB 版をお勧めします。えっと、更新します。はい。更新して値段が変わらないのでね。今現在こうです。で、F1 Play ね。値段が変わってないか見てみましょう。はい。値段が変わりました。ね。<laughs> おい、これ大丈夫か大丈夫かちょっと待って。これ大丈夫か一番正解。本当かこれ。大丈夫かこれ。 ちょっと、ちょっと、あのー、これ残り20点で18,800円だったけど、これ大丈夫これ、これ、本当なのガチ情報なのこれちょっとね、4月11日から13日お届ける予定で、うん、あの、18,800円だった。これ、これも、あのー、どんどんこれでポチ,ポチっちゃったもん勝ちしたねえのこれ。ちょっと待ってよ。これさ、 うん。あのー、入る。はい。ちゃんとね、あの、カートに入ります。カートに入りました。これね。あの、ちゃんとね、タイミングを見計らって注文すると、ちゃんとね、正真正銘、18,800円でカートに入ってるよ。これ。 で、あの、お届け予定が11日から13日になってるから、これアマゾン発送だね、これね。あのー、アマゾン発送かなどうかなちょっとそれわかんないけど、うん、18,800円で購入できるよ。ポチれるよ。おじい、あの、今、ちょっとお試しに入れてみたら、そうなってるから、大丈夫だよ、これね。いや、マジか。よいしょっと。ちょっとね、 うん、あの少量もかかってないでね、アマゾンの発祥だからね、これ間違いないね、1万8800円で購入することができます。うわー、これはね、<laughs> これタイミング、なんかさ、更新してるとなんかあの変わったりするからさ、これ。 あの、パソコン持ってる人は有利だね。リロード、リロード、リロードして、ちょっと買ってみて、あ、来たーったらポチってやれば、一万8800円で F1 プレイ変えるよ。<laughs> うわー、急げー。急げー。急げー。もう何の動画かわかんなくなっちゃったから、もう、うわー。バイバイ。